はい、今ですね、どこにいるかというとタイのバンコクにいます。バンコクの BTS のプロンプン駅の周辺にいるところです。本日日付は2017年の2月の4日でございます。BTS のプロンプンということで、BTS 麻生区の駅の隣でございます。麻生区の駅の隣ね。で、かつて、ここの、ね、タイに、ね、バンコクに、ね、駐在してたんでね、その時に BTS プロンプン駅の近くソイの26階のマンションに住んでたんで、この辺りよく行ってました。で、9ヶ月ぶりの、バンコクなんですけどね、まあ結構最近近代化されててすごいです。エンポリアムデパートっていうのがプロンポンになるんですけどね、そちら側です。こちらの、で上がホテルになってるんですけどね。でこれが BTS の駅ということで高架電車が走ってます。で、一昨年かな、こちらにできた、これがエンポリアムクオティアという、ビルです。まあ、こんな感じ結構高いんですけどね。プラダとかシャネルとか、ブランド物のお店が結構あります。で、まあ、ここにさっきちょっと JTB に用事があって行ってきたんですけどね、確かにそっちのエンポリアムデパートのにあったんです。こっち側に移ったということで今行ってきました。でもこの建築見てください。タイという国は地震がないんでね、日本だとなかなかこういった飛び出しているような建築ちょっと難しいかなって感じはするんですけど、こちらはね平気でできます。タイ、バンコクということで、東南アジアの雄として知られるタイ、そしてその中心ハブであるバンコク、20年30年40年前なんかだと本当にこういったビルがほとんどなかったわけですけどね、ここ20年で多くの高層ビルができて近代化が進められています。そのうちこちらの前面に見ている BTS 高架電車、これは1999年にできて、地下鉄は2004年、これは日本の援助がね入ってできたわけですけど、このプロンポン、隣の麻生区の駅なんかもね今かなり発展してきてるわけですけど、ターミナル21が2010年にできて、プロンポンのあれもかなり発展してきてます。これからまだまだね、建設してますんで、これからもっともっと発展してくるのかなって感じはします。で、ね、プロンポンこの周辺に泊まられる方もいらっしゃると思うので、ね、この辺り歩いてみるといいと思います。今いわゆる春節チェンジニューイヤーということで、まあ、こういうふうに調子が飾られたりするわけですけどね、音楽が流れてます。タイという国は歌人が多いので、こういったいわゆる春節を祝う人々も結構いたりするわけですね。はい。